そういう話をいただいたときに、まあ、いろいろ考えて、まあ、覚悟を持ってこの立場を、受け持ったつもりでいます。まあ、自分ができる限りのことをやるつもりで今年1年頑張りたいと思ってます。まあ、重圧というか、まあ、そのキャプテンとしての振る舞いというのを、まあ、考えて試合には臨もうとしてましたけど、まあ、いろんなキャプテンの人見てきて、まあ、そういった人たちの振る舞いだったりプレーもそうですけど、まあ、それ以外の面もいろいろ見てきた中で、まあ、それは自分の経験となっているので、まあ、それを活かせるようにしていきたいと思ってます。熱く鼓舞したりするのかとか、プレーでこう背中で見せるのかみたいな、どうですか？むしろどういったイメージでしょうか？なんかね、試合中にすごく周りを鼓舞するっていうイメージでもないし、でもなんかこう平選手がね、こまめにコミュニケーション取ってるところも見るし、いたらやっぱり安心するタイプなのかなっていう気がしますけどね。そうですね、まあ、自分、まあ、チームで、まあ、いない役割っていうのを自分で探しながら、まあ、ここで雰囲気的に良くない時に鼓舞する選手がいればいいなと思う時に、まあ、自分が率先してそういうのをやったり、まあ、チームが熱くなっている時には逆に冷静になったりっていうのを、まあ、チームで必要な時にそういう役割を見つけてチームのために頑張れればいいかなと思います。